本学の通信教育は単位制で、1単位を習得するためには45時間の学習が必要となります。学習の方法には、課題によるリポート学習を中心に、教員から直接指導を受けるスクーリング、そしてメディア授業の3つの方法があります。 これら三の方法をを組み合わせ学習を進めます。各学習を合格した後、単位認定試験を受験し合計百二十四単位を習得すると卒業できます単位数は科目によって異なります体育や語学といった一単位科目の場合スクーリング実施中に 科目担当教員が指示する評価方法に従い、合格することで単位習得となります。一方、2単位科目の場合は、リポート学習のみか、スクーリング、もしくはメディア事業かという履修パターンがあり、いずれかを学習し、合格することにより、単位認定試験の受験資格が得られます。 その試験に合格し4単位科目の場合は全部リポートで行う方法前半と後半をスクーリングとメディア授業で行う方法前半をリポート後半をスクーリングかメディア授業とする方法それとは反対の方法という 4つの履修パターンがありますそのいずれかのパターンで学習し合格することで単位認定試験の受験資格が得られ試験に合格すると単位習得となります通信教育では決められた時間割はありませんので自分の目的やスケジュールに合わせて自由に学習計画を立てることができます 働きながら学んでいかれる方は無理な学習計画を立てず自分のペースで確実に単位を習得することを心がけましょう何より継続して学習を行うことでより知識を深めることができます仕事が忙しい方のために本学が導入したのがメディア授業ですメディア授業は、 大学が対応するマイクロ SD カードを使って、いつでもどこでも授業を主張することができます。そのため、通勤や仕事の合間に学習することが可能です。卒業までの就業年数は、通学課程と同じく、生課生で4年となっています。なお、 実際に卒業までにかかる年数は平均6年から7年となっていますまた科目等履修生という制度がありそれぞれの目的によって特定の科目のみを単年度に限り履修し単位習得を目指すこともできます科目ごとのテキストは1年次から4年次までの 新規履修登録時のみ学科教育課程表の科目について配本します科目等履修生には配本しませんので各自で購入してください補助教材として年10回発行・送付されるのが東洋通信ですここにはスクーリングの日程など 事務室からの重要な伝達事項が掲載されますので必ず見ておくようにしましょう。